い、始まりましたサンズオブザフォレストの時間でございます。ウェース、今回もプレイしていきましょう。私が FB37 です。森の賢人キックマックスです。マルモットです。ヘブです。では早速プレイ開始。アルマ、魚干してたらロッテン魚やったな。おー、それどう食える？なんかたまに腐ってるっぽいのあるんだけど、ロッテン魚腐ったんじゃん。食べていい？え、あなんかさ、色違うのない？干してんのに。そう、うん、めっちゃ辛そうだ。マジかよ、うん、干してんのに。わかんない、ロッテン魚の次がもしかしたらあれなのかもね。あ、なんか川の岸本が死んでる。マジで？あいつやられんの？大丈夫、復活させた今。すげえ元気に走り回ってます。岸本それぐらいやれないか。 なんか川のポーチって手に入れたんだけどさ、うん、なんだろうと思ったらさ、これポーチの中にアイテムが何個か入ってるってやつだ。あ、要ガチャみたいな。ポーチで入ってた。あ、ダクトテープとか。赤鬼みたいなのいる。何？マキ入ってた。あー、強い、やべえ。強い敵ってこと？いやー、やっぱやられた、やられた、すまん。そんなこと言ってたら助けに行けんよ。ちょっと赤鬼がいるって。赤鬼今結構遠いところにいるので。センキュー。やべ、赤鬼柱にぶつかって。あ、赤鬼特攻してる、赤鬼特攻してる。何赤鬼って。こいつ、こいつ壊せ、こいつを。うわ、強そう、やっぱ。あ、弱っ。弱えな。うわー、またやられた。ちょっと待って待って、なんだそう。強いの？あ、なんかね、サバイバル教官みたいな食人族が。 あいつ割と強いわ。あー、壊してる壊してる。こいつ防弾ベストみたいなの着てる。あ、首もいじゃった。まあいいんじゃない。ああ、なんで襲ってくんだろうな、俺ら悪いことしないのに。うわあ、もう！あいつまた何回やられてんの？ちょっとぼーっとしてただけやんけ。お前どこのやつやられたの今？そう、ゆうゆう目の前にいっぱい。なんか急にこいつら攻撃的になってる。あ、やばい。俺も HP 低い、上で休もう。いや、こいつまあ、やばかったら薬飲んだ方がいいんじゃないですか。ちょっと進みすぎた。一旦帰る。いやー、俺も一旦帰るか。こういう時は魚を食べるに帰る。多分この洞窟は一人で行っちゃいけないやつだ。普通の肉も食べる。マジなんでロープないんだろう。ロープ貴重すぎんだろう。やっぱ水場のここに逃げるとこいつらどっか行く。ああ。赤鬼パンツも履いてねえこいつ。マジかよ、変態だよ。なんだ、作業員みたいの死んでる。パンツぐらい履け。あ、また来た。あ、やめろやめろ。待って、これ帰れ。いや、壁やっぱ作んないと。壁だって赤鬼来るんでしょ。赤鬼来る。でも赤鬼別に強くなかったわ。うん、そうだね。前回だってさ、バケモンみたいなやついたよね。なんかいたね、強いやつ。あいつ、いや、多分そのうち来んじゃないの、また。来んのかなぁ。まあ、今来られたら終わるね、俺らは。もうびっくりした。でも序盤で来るわけないから安心。あ、まあ、それは序盤にってことだからね。え、そうなんだ、一晩でやりそう。え、なになに？あ、やっぱ、これやばいわ。ここに来たらいけないかもしれない。こいつやばってまた言ってるぞ。やべやべやべ、逃げる。うわ、やばそうやばそう。これやばい。でもなんかこいつのやばいはやばくないとき。赤ちゃんみたいなの襲ってきた。危ない。赤ちゃんならよくない。あとどうせやばくない。赤ちゃん飛んできたんだ。やべー。いや、赤ちゃん飛んでくるでしょ。赤ちゃん飛ぶよ。あ、飛ぶ。ああ、そんなに飛ぶっけ。うん、だいたい飛んでる。飛ぶぜ。これ、試してみな。マジで飛ぶぜ。チェックつけれたらいいんだけどな。赤鬼二人目来たー。なんでこいつら共同生活送んないんだろうな。
確かに。回収します。所詮、烏合の衆だからね。あ、やべえ、これ回収する。ルンバが動いてる。マジ？すげえ。このフォレストでそんな掃除機能いるのか？お、あ、ルンバ、ルンバ殴れる。めっちゃ吹っ飛ぶルンバ。復讐されるぞそのうち。あ、どんだけ殴っても。食人族共食いしてた今。食人族って言うぐらいだから、それは人は食うんじゃない。マジかよ、怖っ。タイニング。食人、じゃなきゃ食人族じゃないで。あの、見た目だけでそう呼んでただけで、うん、実際目の当たりにすると、やってんなって思っちゃう。帰ろう。あ、出た出た出た。あいつらまた来たよ。うん。うわぁ。あいつら丸太持ってこうとしてる。マジかよ。資材を奪ってくってこと。あれを、ま、なんか、引きずってた丸太ぶんどったら、なんか、あれってなってる。面白、こいつら。もう丸太が。おお、あいつ丸太持ってる。あ、なんか、引っ張ってってる。何しとんねん、こいつ、おら丸太持ってくな、この野郎。丸太奪ってみ、面白いから。みたいな感じ。ああ、確かに、今、や、そんな感じ。ああ。ああ。うわあ、みたいな。ああ。何するんすかみたいな。え、それ取られるんすかみたいな。うん、そんな反応だった。そう。なんか、別に怒るってほどでもないけど。うん。うわあ。みたいな。静かにショック出てる。こいつは。静かにしろい。こいつは丸太持ってくるの両手で、うわあみたいな感じで引きずってく。でさ、俺らもう余裕のよっちゃんで、ね、2本。まあ、確かに。あみたいな。そう。強いね。今回は。筋力の差が半端じゃない。やっぱインド人とは違う。やっぱザコとはちょっと比べ物にならんのだよ。今回ザコとは違うのだよ。今回の俺ら強いわ。ああ。よしよし、順調に壁作ってるぞ。あ、こいつまた丸太運んでるぞ。すげえ、こいつ手伝ってくれてる。 F 見てみ。あ、ほんとだ。ありがとう。すげえ、ありがとう。ありがとう。おらあああ、めっちゃかわいそう。かわいそう。俺さすがにかわいそう。ああ。ほら、いや、何してんの？なんかこいつ壊してるけど。何を？家。いいで。は？帰ろ。え、誰が？え、中にハゲが。柱。お前そいつなんとかしろよ。お前何やってんの、てめえ。うわ、めっちゃ壊してる。ハハ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 。おい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 、吉沢何やってる。材料持ってくな、そっちに。あ、外した。なんやかやっぱけど、アーマー着てるか着てないかでだいぶ変わってくんな。あ、マジ？あ、うん。リーフアーマーでもいいの？それともなんか。リーフアーマーだけど、骨の弓矢。あ、骨の弓矢、俺、作ったわ。とりあえず骨の弓矢でも装備しといた方が良さげだわ。装備してるかどうかって、ああ左腕。うん。骨の弓矢は？骨の弓矢ってやめてほしいんだけど、弓矢だと思って作ってしまった。いや、あれでしょ、まだバグってるんでしょ。バグってるというか翻訳ミス。マジで？翻訳ミス。うん。普通になんか泣いてるよ、姫島さん。あ、ドライド魚できてるじゃん。
え、じゃあずっと干しときゃなんとかなるってこと？え、腐った後にもう干しときゃ。多分ね、そう、腐った後に干してるから色が変になってる。これ多分ずっとあるんだわ。いやだから結局腐った後に放置しておけば干し桜になるんじゃなくて？いや違う違う、多分腐ったやつを誰か干したんじゃないかな。腐ったやつを干しただけってこと？じゃないかな。俺干した時点では分かんないけど、あの吉沢がずっと集めまくってたやつを干しただけだったんだけど。ああ多分ね、もう腐ってたのかな。一番下に腐ってんのあったんじゃないかな。ついに。え、ウィニー？ウィニー？ウィニー、ウィニー手に入れた。マジかよ。あ、ここにすんな。ピストル手に入れたで。すげえ。おお、すげえ。ウィニーで？ウィニーで。ウィニーってそんなものも共有できんの？できちゃった。多分俺の場所来れば。どこだよ。ちょっと遠いけど。なんでそんなとこにいんだ。ま、男たるも冒険をしたくなる。確かに。その気持ちは。とりあえず骨の弓はね、今のところね、4つは装備できた。すげえ、てかな、そんななんでロープ持ってんだよ。あー、やばい、手食べちゃった。だ。あー、ついに。出た、出た。とうとう禁忌を犯してしまった、俺。あー。やっちまった。めっちゃラジオが聞こえてくる。もう仲間じゃない。骨の近くにあんだもん。あ、5個目装備かな。何個装備できる？めちゃくちゃ装備できるじゃん。俺にロープくれよ、一個。ダクトテープやるから。いいよ。やべえ、俺も今見てしまった。え？何を？食人族が何の抵抗もなくこの壁を登っていたところを見てしまった。ああ、本当だ。マジ？もう一段高くしなきゃダメかな。今普通になって、普通に登ってきた。いるもんだって、中に。中にいますよ。せっかくこの高さならジャンプしていけるのに。コイン入ってた。お、食人族発見。こいつのちょっと動向を見てみる。まずは様子を見てる、カビに対して。で、おっとっとっと、これはちょっと厳しそうだなって感じで逃げた。 お、いいね。いやいや、あ、まだまだ。あ、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 ジャンプして、ジャンプして岩に乗って、岩に乗って。あー、おりた。おっと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 、夏だぜ。いや、足んねえな。まあでも、入ってきにくそうにはしてるから。そうだね。え、むずいな。あ、取った。膝に矢を受けてる。マジ老兵じゃん。ああ、逃げてった。ああ、弓返して。うわーお前なんだ。いやいやいや、クズすぎる。予想以上に長くて草、この。あれ、ここに肉落ちてんだけど、なんで？ああ、俺の作った壁も壊れた。やった、肉落ちてた。いや、あの、
微妙にダメージ受けてんだよ、あの家が。修復ツールとかってどうなのっけ。あーちょっと待って、 あるでしょ。でも作ったな、どうなったんだろう。ね、仮にどこか壊れてんの家のさ、あの木の色が違うとこあって、ちょっと例えばこっち来て。え、例えばここ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 、ああ、ん、あ、変わってこれか。うん、わかんねえ。え、それ直った？これ修理ツールだけど一応。いや見た目変わんないの。でも変わんないっすね。ダメかもしんない。うん、何を修復してくる。トントンしてるだけだ。キー持ってないと無理とかそういうのじゃないのかな。キー、あー、でも丸太持ってたら、意味あるかこれ。丸太持って修復ってちょっと意味わかんないけどね。でも木材持ってんのよね。すげえ建築建築してんな。ちょっと俺も木切るか。城を作る。木たくさんあればあるほどいいぞ。なんかチェーンソーとかもあるらしいんだけどな。欲しくなってくるな。ね、倒れるぞ。チェーンソーが手に入る頃にはぶっちゃけ木切る必要なくなってんだろうな。家壊れたかもしれない。またやったぞ。また？またやったの？いやいや、やってない、やってない。もしかしてやっちゃいましたけ？またやっちゃいました？あ、木が倒れるぞ。あ、やっぱ大丈夫かな。あ、大丈夫。木が倒れるぞって、あの危なぶつかりそうな家に言ってもしょうがないんだからね。そうはね。よっしゃ、とりあえずの壁は完成だ。イエーイ、やったー。家も結構見た目良くなったぜ。いいね。せっかくだからこの家の中にじゃあテント作ってやるよ。やった。あー、この支柱が邪魔で無理っすね。一曲かよ。いや、この中も無理。あー、いや無理だわ。使えねえ。狭すぎたのか。いや、ちゃうわ。あの、だって屋根とか無理だもん。こことか全然スペースある。なんか燃えてる。ファイヤーパンチになってる。川のベッドじゃないけど、なんかベッドあってる。それならいけるんじゃない。あー、うん、あ、棚があったな。木のベンチ。棚ね。棚があれだ、チェストだ。チェストだ。じゃあ壁際に棚作っとくか。あ、寝れる寝れる寝れる。すげえ。文化だ。本当だ。文化。文化してる？文化してまーす。あ。食人族は海の中に丸太を持ってどうすんのこれ。ああ、ね、やった、棚できた、一個。あ、近いってきた。ほんじゃやるか。ああ、こういう感じか。食料しか置けないのかなあ。パシフィックリム。カキ食べたら当たった。やばくない。やばいかも。ケロが食人族いじめてる。かわいそうだろお前。すいません。いや、いい感じの家だわ。おしゃれになってきたね。ああ、なんか家たまにね、高さが微妙に合わなくてね、うまくいかない。なんでなんだろう。アロマだけバイオハザードみたいになっててさ。本当だ。パン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 。本当だ。ああ、本当だ。
こいつゴリスじゃん、もう顔。うん、ちょっとゴリスっぽいし。あと、お前らの画面見て思ったけど、俺なんでこんなジジイなの、うん、お前だけジジイだよ。でも今日はジジイじゃないよ。あ、マジ、あ、ほんとお前ジジイじゃない。あれ、ね、キックお前ゴリスじゃん。今日はキック。ほんとキックがジジイ。ジジイ、変わるんだね、これ。いや、死んだらあれなのかもしれない。死んだらか。前も死んだら転生してたもん。ああ、そうだね。確かにそうだわ。このパターンかも。